山形大学理学部4年鳴海龍太郎です。自分の父親が剣道経験者ということで、父の影響を受け自分も剣道を始めました。高校までの剣道とは違って攻め合いなどを大事にしているので面白いなと感じています。大学2年の時にラトビアの剣道の選手の方々がいらして、交流を深めていくうちにラトビアの方に行きたいと強く思うようになりました。ラトビア大学に半年間留学して数学を勉強してきました。一つの発見からどんどん考え方が広がるというのが数学の魅力だと自分は考えています。将来は高校の数学の教員として働きたいと思っています。数学の専門的な知識を教えられる先生になりたいと思っていて、でさらに顧問として自分の学んだ剣道を教えられるような先生になりたいなと